腹すいた。お腹すいたよ。あ、こんなとこにそばがある。キャサリンさん、ちょっと手伝ってください。このそばはちょっと茹でたいんですけども。よいしょ。何してんの？拭いてんの？拭いてくれてんの？テーブルを。ありがとうございます。キャサリンさん、手伝って。ここをね、まずこうやってね、取って拭いて。かゆかった？あ、かゆかった。手がかゆかったのね。手がかゆいとこうするの。かゆかった。キャサリンさん、お腹すいたんで、ちょっとこれをね、剥がしたいんです。ここの、この部分。剥がせば協力してください。なんで私がいつもあなたに協力しなきゃいけないのよ。お願いしますよ、キャサリンさん。はい、やって。これ取ればいいの？はい。取れますかね。いけるか。あ、いけそうじゃないの、キャサリンさん。全然持てない。いけ、嘘。ボールの方が口でかいからいけんじゃない？いきますよ。どう？できない。ここからさ、あ、そうだ、そう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 、そうやってそうやって、あ、いいですいいです。一本ずつ、やった、まず一本救出。何本あるのこれ？お、いいですよいいですよ、そうそうそう、そうやってやっていけばいいんじゃないですか。ていうかもうちょっとこちらは美味しくちゃんと召し上がります。召し上がります。スタッフが美味しく召し上がります、うん、さあ、あ、折れた、痛い痛い、地味に口痛い、ごめんなさい。なんかでも、あ、ここ、あ、いけるいける、いいじゃない、これ、いいじゃないじゃん、美味しく召し上がりますからね。もうちょっとカメラに見せるように。これでも、これは正解なの？これもう、これ正解？なんか食べる気失せましたね。なんか一気にそばの束を崩すと美味しくなさそうに見えるのは私だけ？富士そばでも行きますか。あ、いいわね。富士そばっていうフレーズはなしで、どこかそば屋行きますか。いっぱい P が必要だわね。 P で必要ですね。え？わあ。割と悪くない。